第2部は食と映画の力をテーマに、パネリストの皆さんと共に地域の持続可能な発展に食と映画の力をどのように活用していけるのか考えていきたいと思います。それでは本日ご出演いただきます方々のお名前をご紹介いたしましょう。まずはアルケッチャーのオーナーシェフ奥田正之さんです。続いて映画作家相田和弘さんです。代わってユネスコ創造都市バリャドリード担当者でいらっしゃいますファン・マニュエル・ギメランス・ルビオさんです。地元応援クリエイターチームバクさんの3人の方々、高橋ノアさん、大江さゆりさん、村方真由さんです。では改めましてご出演いただきますパネリストの皆様のプロフィールをご紹介してまいりましょう。まずはアルケッチャーノのオーナーシェフ奥田正之さんです。奥田さんは鶴岡市で在来野菜や旬の地元食材にこだわったイタリアンレストランアルケッチャーノを2000年にオープン。イタリアンシェフという顔のほか寿司、フレンチ、菓子など幅広い料理に精通していらっしゃいます。テーマ食と映画の力というお話を伺っていきますが、はい、一言お願いします。一言、はい、料理人にとっても、休日の一つの楽しみだったり、一つの世界を映画の中で作っていくので、そういう世界を作れるようにするためにこうすごく映画から勉強して間の取り方とか、はい、そういうのを見るようにしてます。はい、これからも映画を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。そしてリモートでのご参加になります映画作家の相田和弘さんです。相田さんは栃木県足利市生まれ、東京大学文学部宗教学科ご卒業されまして、ニューヨークスクールオブビジュアルアーツ映画学科を卒業、日米を往復しながらナレーションや BGM、台本を配した観察映画と呼ぶドキュメンタリーの方法を提唱し実践していらっしゃいます。相田さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はリモートのご参加ということで、はい、今日はどちらからリモートですか？はい、岡山県の牛窓というところにおります。ということはまさに作品の、柿工場を撮影された場所ですね。そうですね、柿工場とそれから港町という作品をここで撮ります、はい、撮らせていただきました。相田監督なんですけれども、今まさに開催されています山形国際ドキュメンタリー映画祭とも、ゆかりがあるということで、山形の印象などもお聞きしたいと思います。そうですね、まず、すごく美しいところですよね。でありがとうございます。温泉もあって、それから食べ物もお酒も美味しいし、なんていうか、楽園のようなところなんで、小川慎介監督が、ここドキュメンタリー映画祭の、聖地というかね、そのドキュメンタリーの聖地みたいにこうしてくださったのは本当に敬願だったなというふうに思います。そしてもう一方リモートでお招きしています、スペインのユネスコ創造都市バリャドリードからご参加いただきましたファン・マニュエル・ギメランス・ルビオさんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。では私からプロフィールをご紹介させていただきます。ギメランスさんなんですが、スペインのバリャドリードで観光クリエイティブプロジェクトの立ち上げと運営を目的に設立されたバリャドリードツーリズムの代表を務めていらっしゃいます。今日はリモートということで通訳の方を介してやり取りをさせていただいております。ギメランさん、バリャドリードという町、一言で言いますとどんな町なんでしょうか？バリャドリード I would say is a surprising city. Is probably the most distinctive characteristic of the city is that is
a city that when you arrive to it, you get surprised by its history, and it's a strong link with both film and gastronomy. このバリャドリード、山形のように食文化も豊かだとお聞きしています。特におすすめの食材、食べ物はどんなものがありますか？Well, if it comes to contemporary gastronomy, I would say tapas. We are recognized in Spain as the national capital of tapas. We organize the national contest every year. But if we go for traditional dining, I would say lamb. We prepare here a very famous baby lamb. We call it lechazo, as it was a lamb that's been just fed with milk, with leche in Spanish, and it's on the oven. Very, very simple, but very tasty. はい、あの山形と同様、映像とそれから豊かな食文化のある町だということも非常に分かりました。またこの後も詳しくお話を伺いたいと思います。そして地元応援クリエイターチーム。バクさんの皆さん、今日は3名の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バクさんの皆さんなんですが、コロナ禍により疲弊しているお店や人が多いことを感じ、何か自分たちでできることはないかと考えた思いに共感したメンバーが集まり、2020年に結成。メンバーは18歳から24歳。地元山形を元気にしたい、クリエイティブに地域振興というテーマを掲げ、疲弊する飲食店の思いを多数映像化しています。食とその映画の力、映像の力というものを今実践している若手のクリエイターの皆さんかと思います。まあ、今映像に込めている思いというのを一言教えてください。はい、まあ、映像に込めてる思いっていうのはやっぱりこう僕たち自身が撮影させていただいて、でまあその作り手の思いっていうのをどうやってその動画の中で組み込んでいくかっていうところ、やっぱりこうただ綺麗に映像を映して美味しそうと思ってもらうだけじゃやっぱり一つ足りないっていうところで、実際その店主さんの声だったりとか、その生産者の方の声だったりとかっていうのをどうやって伝えていくかっていうところを意識して映像は作らせていただいてます。ということで、今回はこの4組の皆さんで食と映画の持つ力と題しまして、これからの可能性について探っていきたいと思います。ではまず奥田シェフ、はい、はい、先ほど対談でも山形と鶴岡の食文化の違いについて、豊かさについてお話をいただきました。はい、改めまして食の力についてどんなふうなお考えをお持ちでしょうか？食べ物は遠くから人を呼ぶことができるっていうので、まあここでしか食べれないものとかをやると食べに来てくる。あと地球上の一次産業なので、農家とか教授の学術のこうまとめてるものとか、それも全部最後は食べることにつながるので、はい、とてもまあ崇高な仕事だというふうに思ってます。はい、今日は SDGs の観点なども含めて、今まで奥田さんがどのように、はい、アルケッチャーの、運営され、そして食を届けてきたのか、はい、そして、未来についての課題なども、まとめてきていただいたようなので、はいはい、ぜひご紹介いただきたいと思います。はい、これ6歳の私で、こういうドライブインのところで生まれました。はい、でここの家の、まあ、建て直しをかけて東京に修行に行くんですが、まあ、21歳の時に1億3000万の借金をもらっちゃったと。ところが食べ物だけでこれ解決していけるんですよ。でこれうちのドライブインなんで、ものすごくこれ流行ったドライブインです。はい、で東京での修行を切り上げて25歳で、生まれ落ちた鶴岡に帰ってきました。でこの土地には何かがあるという予感、実はその時にも感じてたんですよ。この町は何か起きるっていう。で、1億3000万の借金を持ってるので、当然奥田家実家とかも
行くところにさまようんですが、鶴岡という土地を僕が生まれ落ちて高校に行ってたので選びます。はい。で、高校時代はにぎわってた町もめっきり人がいなくなってて寂しくなってたんですよ。その時にすでに実は数え年の25歳の12月、これ14日ってなってますが、12月の1日で、45歳の時にまでにこの町を食で元気にするっていうふうに誓うんです。借金があるから何かにすがってないとダメなので、はい、でこの町は実は、取り残されてた地域なので、自分でその時気づいたの で実はだからこそ生態系がまだある、生き物の種類が多い、だからここは食材の宝庫なはずだっていう、何かこうね、導かれるようにここに帰ってくるんです。はい。家賃が破格の10万円なんですよ。駐車場が14台ついてます。で、ここでお金がなくてやりました。で、看板は地場イタリアンという地元のものを使う、この時まだ地産地消という言葉がなかったので地場イタリアンという看板を立てました。はい。そうするといじめられます、城下町なので。変な人が出ると城下町で足引っ張るんです。要は変な人が出てくると徳川家から目つけられて、殿様が領地替えとかなるので、で必ずその時の現状とかを全部見て解決していくんですが、まず畑やります。料理人が無農薬で畑やると草むしりだけで1日終わっちゃったので無理だということに気づきます。そこでいろんな畑を探しに行って物々交換でお店をやって、あそこはすごく田舎だったので黒板で100種類のメニューやってました。はい。そうやって地元のものを取り揃えていったら、次は地元のものがそんなに美味しいのかっていうふうに言われるんですよ。はい。じゃあそこまで言うのだったら、簡単に言えば一番簡単な解決法は日本一美味しくしてしまえばいいんです。これとっても簡単な答えなんですが、みんなそこに行かないんですよ。赤ネギっていうネギを将来日本の三大ネギになるようにして頑張っていきましょう。今1本28円です。将来10倍の値段にしましょうと言ってやるんですが、そこで在来作物の誰もやったことがない料理を作るんです。そうすると一番テレビの番組でやるのは実は料理なんですよ。で、視聴率稼げるのがグルメ番組と、安定してるのがグルメ番組と動物ものなんですよ。なので料理をやってこの料理どんどん出していくんです。そうすると赤ネギって美味しいんだねって料理人が生産者で言えないことを番組で言っていくんですよ。そうすると銀座の日本で一番花枝繁華街の銀座の 百貨店のところに並び始めるんですよ。で、ここで赤ネギの全国大会っていうのがあって、その時にアンケート取って、あなたが思う全国のネギの三大ネギを書いてもらって、この時赤ネギになっちゃうんです。っていう風に料理ってできちゃうんですね。いろんなことができちゃいます。続いて地元のものが全部安全で安心なわけがないだろうという風にチャチを入れられるので、その時目をつけたのが、日本に農薬が入ってくる前にそこに自生していってた昔の野菜ってことに気づくんです。で、これを見つければ無農薬栽培、昔は農薬がなかったのでできると。で、調べれば調べるほど出れば出るまで宝の山で、ここで創作料理をいっぱいやっていくんです。新しい料理を作っていきました。で、問題は解決してきたんですが、お店は暇だったんですよ。その時に出会ったのが羊だったんです。で、あまりの美味しさに鳥肌が立って、この羊なんだこの羊っていうぐらい美味しかったんです。その秘密は、実はこの羊は在来作物のダダチャ豆を食べてたっていう、世界唯一のダダチャ豆を食べてた羊だったんです、はい。で、この肉をぜひ使わせてくださいっていうふうに生産者のところに行きました、はい。そしたらもうやめようと思ってるって言われちゃったんですよ。ところがこの羊の、昔いろんな新しい料理を作ってったら、今度本に載ってったんですよ。そして羊の料理を出すたびに一緒に忙しくなっていきました。で、どん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 生産者の人も本に出て、自分の羊が美味しいってことがだん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 思い始めて、ある日いつものようにその本を見せた時に、青白かった顔の生産者が顔がみるみる好調していった時に、自分が幸せな気持ちになって、あ、これが自分の本当に魂が喜ぶことなんだっていうふうに気づいちゃうんですよ。そこからいろんなことをやっていくと、はい、
で、あまりに羊のことを伝えたくて頭が悪かった僕が食の都庄内っていう文章を書けちゃうんですよ。食の都にここは必ずなれるって書いたんです、はい、そしたらまた書いてくださいと頼まれて3つぐらい書きました。で、私はその時にこの町は食で人が呼べると書いちゃったんですよ。で、書いちゃったらやんなきゃいけなくなるので何をしてったかというと、生産者の方にその昔の野菜を使ってたものを現代の形にして作っていくことによって野菜に新たな使命が生まれて残っていく、みんなが美味しいと思って残っていく、漬物にしかならなかったものを、新しい料理、イタリア料理にしていく、料理講習会をして広く伝えていく。で、そんな時に起きちゃったのが山形県に無登録農薬問題というのが起きて山形の生産物が売れなくなっていくんです。で、その時に何とかしなきゃいけないと思った僕はこういうふうに食の都庄内を作ってこの地域、ニュースにいつも毎日最初に出てた地域を元気にする、食のおいしいものがあるところにするためには料理人ができること、行政ができること、会社ができることを全部分けてって、で丸山さんに言いました。山形県のこの問題を僕は解決したいので鶴岡庄内を食の都にするという私の夢に付き合ってくださいって生産者に言ったらみんながやろうってなって生産者の会が出来上がるんです。で、ここでみんなで山形県を安心して農業ができる地域、生産物が作れる地域にしようって言って最初にその羊の丸山さんが会長になってくれました。そしたら行政から食の都庄内親善大使っていうのに命ぜられて、庄内のスローガンが食の都庄内を作ろうってなってくるんです。で、庄内を幸せにするここの町の幸福論、収入が低い地域です、じゃあどうすればいいか、お金がかからない地域にすればいい、生産者がタダで座れるシートを作る、で、生産者と私と教授の方が3人で話し合ってお互いに足りない部分を、料理人は、信用がありません、ところが教授が言うと信用があります、農家の方は田植えとか稲刈りの時に人手がいります、学校の教授がそのまま自分の生徒を連れてって一緒に、稲刈りするとか、そういうことをやっていく。これ実はあるもんとないもんがあるので、この3社が、ちゃんと手を取り合うとすごいことが起きます、はい、いろんなことを勉強したときに自分の住む地域の歴史と地理と気候と水を知るとこの地域が世界に打って出るときにこの元気がなくなった地域を世界にから人が来てもらうためには自分の住んでる地域を知るということで、この地域には5つの海があり、魚は138種類、川の生き物は40種類、7つの土を持っていて、いろんな空気、いろんな気候帯があるために雪に弱い作物以外すべてのものが作れる。1日の標高差は0メートルから2000メートルまであるので、さまざまな温度帯のものを1日で手にすることができる。ここにいる畜産品はこれだけのものがある。これは農業が盛んな地域なので、堆肥を作るためにいろんな動物も飼っていると。で、山川海里すべてが揃う生態系の縮図のような土地で、ここにいろんな、職業の人たちがいるので、こういうふうにマップを作ると世界で一番食材のバラエティが多いということが分かるっていうことを話したら、今度テレビ局の方が食の都庄内っていう番組を作ってくれるんです。そうすると一気にそれまで食べ物に興味がなかった人もテレビのチャンネルを拾ったらこれやってたもんだから、今度新聞で大爆発するんです。で、今まで信用のなかった僕が信用性が出てくるわけです。で、庄内地域は食の都とマスコミの方のおかげで呼ばれるようになり、空港の名前がおいしい庄内空港に変わるんです。そうすると本の見開きでこうなるんです。そうすると食の都庄内を訪ねようという旅行商品ができるんです。そうすると駅に僕の写真が飾られたり、街中が食の都庄内にしようというふうになってきます。で、高速バスが追い込んで、僕を追い越してたら僕が目の前にいたっていう状況もあったりするわけです。そして鶴岡市がユネスコの食文化都市に、目指そうというふうになったときに、この目標に向かって町が一つになっていった気持ちが。で、くしくも駅前で誓った20年後の12月1日に本当にユネスコ食文化都市に認定されちゃったんです。
そうすると、まあ、これ僕が昔書いてた文で12月1日に誓ったとか書いてあって、まあ、これ日付なんですが、ユネスコの食文化都市になると何が起きるかというと、外国から多くの人たちが食の勉強に来るようになってくるんです、はい、食材の勉強しに世界中の料理人が1ヶ月間合宿しに来るようになって、ミシュランの星付きのシェフもうちの店に勉強しに来るようになるんですよ。みんな何もないって言ってた町が田舎暮らしの本で見事東北で三冠王になるんですよ。住みたい町に変わってきます。これ食べ物でこうなっていくんです。食べ物をきっかけに変わってきます。で、観光客の人が来てくれることを目指そうっていうふうにしました。でヨーロッパというのは、僕もバリアドリード行ったんですが、羊食べに行きました。町に全部色がついてるんです。イタリアの町やスペインの町っていうのは一つ一つに色がついてるんですが、日本の町には実は色がついてないんですよ。で自分の住んでいる町に色をつけることで、あそこに行きたくなる町にするということは、そこの歴史文化、人々の性格、そういうことを考えていくことによって色がつきますということで、町の歴史を勉強していきます。庄内は江戸時代に徳川四天王の一人の酒井家がいたと、国宝重要文化財は東北で一番多い町です。はい、こういうふうに調べていくと、全部調べていくと出てくる。やっぱりこの町はすごい町なんだって気づくんですよ。でここにいる人たちはさまざまな職種の人がいたから、郷土料理も計り知れないぐらいある。で私たちが日々当たり前と感じている生活が貴重だと捉えられる魅力的な時代になりましたということで、この先ほどいろいろお話のあった藤沢株で、まあ、僕たちもこう手伝いに行くんですが、なんと畑から離れられない生産者のために、僕たち料理人やマスコミの方々がこの料理を紹介してくれる。そうすると観光コースができて、 JR のポスターになって、テレビ番組ができて、絵本ができて、映画ができてしまうってなるんです。映画ができると、これ世界中にこの映画その後行ったので、バンダナシバさんとか有名な人たちが今度鶴岡に来るようになるんですよ。で生産者もレストランの一員、この地域のスタッフの一員って考えているので、僕たちは畑仕事もいろんなこともやります。でみんなで関わり、伝説の食べ物にする物語を作ることで、藤沢株のファンができて、鶴岡の味にして作り続ける必要のある状況にすることで、ここの種を守り、焼き畑を継承し、森林を守っていくっていうことにも食べ物からつながっていくんです。はい、そうすると生産者が仕事に誇りを持つので、幸せになって安定した収入も作り続けると、はい、で日本の北にある雪国の山形県はってこうテーマつけるんですね。ありのままの自然の中に時空を超えて今の時代に形を見せてくれる歴史的建造物と文化芸術品、伝わり続ける在来野菜と伝統芸能が今も大事に受け継がれている町っていう風に色をつけることができるんです。なんでこういう風にして色をつけてやってくれるのが映画だったりとかいろんなことだと思うので、そういうところを大事にしてやっていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にうまくコンパクトにまとめていただき、はい、分かりやすくご説明いただきました。22年分をまとめて話しました2年分をキュッと縮めていただきましたけれども、はい、鶴岡のまさにこう食文化とともに奥田さん自身が料理人として歩んでこられたっていうのがまず一つ、はい、うん、ご説明からとても感じられましたし、はい、あとは奥田さんがその他のシェフの方と一番違ったなっていうのは、はい、その地域の風土や、うん、それから根付いている、まあ、背景バックボーンの歴史文化、うん、はい、そしてさらに人とつながる、人を知るっていうところまで、うん、はい、まあ、踏み込んでいって、うん、はい、でその鶴岡で暮らしている方々と、まあの営みと食が非常に密接に関わりがあるっていうところを、普通にあったことなんだけれども、それを改めて紐解いて私たちに教えてくれた、でそれは料理を通して私たちも美味しいものを味わって実感できたっていうところが大きかったと思うんです。なのでその一つ食というもので、こう小石をこう水面に投げて、こう波紋のように広がっていって、
今のその、はい、やっと山形も在来野菜だったり、はい、うん、食文化っていうものが注目される土壌ができたっていうふうに私は今、はい、あの映像を交えてご紹介いただいたお話で感じました。はい、そうやって気づかせることが大事で、気づかせてくれたりしたのがテレビであったり映画だったりして、でそうするとそこに仲間が集ってきて、あのその場所見に来るんですよみんな。でそこで今度みんないろんなことし始めるんです。そうするとすごくもう、まあ、僕がいなくてもいろんなことやってる人がいっぱいいるっていう風になって、はい、その映画だったり情報映像っていうものがこう、うん、波紋の一部となって拡散していく、はい、拡張器のような役目を、はい、まあ、果たしたんじゃないかなんていう、はい、今お話もありました。はい、さて今日は、曽田監督にもリモートでご参加いただいていますけれども、こう映画映像の持つ力についてどのようなお考えをお持ちですか。今のお話をまた聞いて。いや今のお話すごい面白かったですね。もう本当になんか個人の力、それとまあその食の力っていうものをものすごいこう活用して、もう本当に一つの波紋から全てが変わっていくっていうね、そんなことができるんだなと思って本当に感動して聞いてました。さて曽田監督の活動についても今日は曽田さん自身からご説明いただけるということで、はい、よろしくお願いいたします。まあ、僕は自分のドキュメンタリーを、まあ、観察映画と呼んで、はい、ずっと作ってきてるんですけれども、まあ、この観察映画の観察はどういう意味で言ってるかっていうとですね、うん、まあ、これよく見るよく聞くという意味で、観察映画と呼んでいます。でこのよく見るよく聞くというのはですね、まあ、2つ の, レベルがありまして、一つは作り手である僕がなるべく先入観を捨ててですね、でよく見てよく聞いてその結果を素直に映画にするというのが一つあります。でもう一つはですね、観客にも自分の目と耳でよく見てよく聞いてもらうと、でその自分なりの解釈をしてもらうという意味、この二重の意味があるというふうに感じています。で、まあ、こういう映画を目指していつも作ってるんですけれども、じゃあどうやってそれを作るのかって言った時に、僕は観察映画の10回といってですね、まあ、自分自身に10のルールを課しています。でそれが何なのかっていうとですね、まず第一に、リサーチをしない、事前のリサーチをしないというのをモットーというかルールにしています。つまり、なるべく情報を入れないんですね。行き当たりばったりでもうカメラ回しながらよく見てよく聞きながらこう撮影を進めていく。なぜかというと先に情報があるとですね、その情報で知っていることばかりにカメラを向けようとするというか、まあ、要するに情報が先入観になってフラットに、観察ができなくなるというふうに考えてるんですね。ですからリサーチをしないというのが一つあります。2は打ち合わせをしないというのがあります。これは被写体の方々と、まあ、どんな映画になるのか、こういうシーンを撮ります、ああいうシーンを撮りますというようなことを、まあ、打ち合わせしないんですね。だからぶっつけ本番でどんどん撮っていくということです。それから3番は、まあ、もちろん台本も書かないということですね。で、まあ、行き当たりばったりで撮影していく。まあ、これドキュメンタリーの世界でも、まあ、90何%、まあ、やっぱり台本作るんですよ。特にテレビドキュメンタリー、僕もともとテレビドキュメンタリーを作ってたんで、テレビドキュメンタリーでは必ず台本を書きます。でその台本にはもう起承転結あって、全部決まってて、決まったものをこう取りに行くっていうやり方をするんですけど、そうするとどうしても現実よりも台本を優先してしまうので、発見ができなくなっちゃうんですね。だからそうじゃなくて、もうとにかくカメラ回してみる、でそこから見えてくるのは何なのかっていうことを素直に映画にするっていうやり方です。で4は、まあ、カメラは原則自分で回すと、まあ、予定が立ちませんからね、まあ、自分で回すしかないんです。で、まあ、こんな感じで、まあ、カメラ回します。これ精神という映画を撮った時ですね。録音も自分でやります。で5番はカメラは長時間回すと、これ
次に何が起きるか分かんないですからね。だからおじちゃんとおばちゃんがお茶飲み話始めて、それ撮ろうと思ったらですね、そのお茶飲み話が1時間あれば1時間ずっと回す、取り逃したくないから。6番、狭く深くを心がける。これね、観察っていうのはやっぱりこう範囲を絞らないと良い観察ってできないんですよね。例えば日本を観察するって言ってもこれ無理ですよね。こうどこにフォーカスしていいかわからない、あまりにも大きすぎて。そうじゃなくて、例えばそのこの牛窓のこの鮮魚店を観察するっていうふうに絞るとですね、その絞ったその絞った部分を細かく観察することによって、そこに帰って、あ、日本ってこういう国だったんだみたいなことがこうじわじわと分かってくるみたいな、ね、それから7番目、編集でも最初にテーマを設定しないと。やっぱり先に言いたいこととかね、この番組の狙いとかね、この映画の狙いとかっていうのを決めてしまうとですね、それに合うものばっかりこう素材から選んできてしまうので、もう発見がなくなってしまうので、そうではなくて、映像を組み合わせていくうちに何が見えてくるのか、つまりテーマというのは後から発見されるものだというふうなやり方です。で、8番目、ナレーション、説明テロップ、BGM を原則として使わない。これは先ほど観察の二重の意味のところで申し上げましたけれども、僕自身が観察するだけではなくて、観客の皆さんにも観察してほしいので、そのためにはあんまりこう観察の邪魔になるような要素、ナレーションとか BGM とかテロップとか、そういうものは使わない方がいいという考え方ですね。で、9番目、これも同じような性格のことですが、カットは長めに編集し、余白を残すと。これもやっぱり観客の皆さんに観察してもらう十分な時間を取るっていうことですね。で、最後、これがまあ一番大変なんですけれども、10は制作費は基本的に自分で出すと。まあこれ自分の、まあ要するに経済的な独立が作品の独立でもあるので、やっぱり自由に作品を作って、でそれを世の中に出していくっていうことを実現するためにはですね、やはり経済的にも持続していかないといけないっていうことですね。で、その自分たちのお金を使って映画を作って、で後でそれを回収していく、で回収したお金でまた次を作るっていう、そういうやり方をしています。まあ、こんなルールをもとにですね、映画を作ってるんですけれども、まあで今回、まあその映画の力っていうものについて話してくれっていうリクエストがあったので、じゃあこういう映画を作ることでどんな映画の力どんな力が生じると僕が、まあ、考えているかっていうことをちょっとお話ししたいと思います。まあ一つは、まあ、これよく観察する、よく見てよく聞くっていうことで、まあ、発見がなされるんじゃないかということですね。これは作り手もそうですけれども、観客の皆さんもそうです。だから例えば毎日通勤する道、いつも通る道、もう一回よく観察してみると多分全然違って見えるはずです。それによって世界像の更新というものが起きるわけですね。こうだと思ってた世界が実はこうだったっていう、ね、でこういう体験ができるっていうのが、まあ一つ力だと思います。二つ目は、まあ、先ほども申し上げましたけれども、映画というのは疑似体験の装置、作り手とか登場人物の体験をみんなで共有できるって、そういう力があると思うんですね。で最後に、これ体験が共有できるとどうなるかっていうと、これ人と人がつながるんです。なぜかというと、まあ例えばドキュメンタリーで全然知らない町の、全然知らない国の人たちの営みをこうつぶさに観察してそれを見せる、これ見る人はですね、その人たちの世界を疑似体験するわけですから、それまでは単なる他者あるいは記号だった人たちが急にその顔を持った存在になるわけですね。でそういう形でその理解というか共感というものができてくるわけです。つまり人と人がつながるんです。
それからまあ、今コロナで、ね、なかなか難しくなってますけれども、その映画というのは、まあ、食事と同じでやっぱりみんなで見るのがいいんですよ。その食事もやっぱり一人で食べるよりもみんなで 大勢でガヤガヤ食べた方が楽しいじゃないですか。同じように映画というのはやっぱりみんなでこうやって見るっていうのがすごく大事で、集うことによってお互いがこうつながっていくんですよね。でそれを、まあ、映画というメディアもですね、メディアは変わりましたけれども同じコンセプトでつながってるんだと思うんですよね。だからそういう力が映画にはあるんだというふうに感じています。はい、大体こんなところです。はい、相田さんありがとうございます。今相田さんが撮られているその作品 そのスタンスだったり観察映画という話がありましたけれども、はいはい、お話を改めて聞くと食と映像映画っていうのは私どうイコールなのかなっていう、こうイメージ湧きにくいところが実はあったんですけれども、共通点は実は多くて、奥田さんの作るお料理もそうなんですが、やっぱりシンプルにそのままの体験を提供する、はい、味わってもらうってことをすごく重視していらっしゃって、映像も余計な演出はしない、でつながるっていう部分も食でつながっていく、で食でまた映像ともつながっていく、なんかこう先ほど言った石を投げた時にこう波紋のように広がっていくところで、なんかずっとつながってるんだなっていうのは非常によく今のお話を聞いて分かりました。ありがとうございます。相田監督のね、その撮影の方法っていうのがその観察映画っていうところ、はい、重要かと思うんですが、その柿工場を撮影された時にこう見えてきたその岡山の港町の人とこう食の関わりっていうのはどんなことが印象に残りましたか？そうですね、なんていうかこれで良かったんだなっていう、なんかそんなにね、その食のこうなんていうか、こう作る、まあ要するに例えば魚を取る人がいて、でそれを食べる人がいればですね、別にこの地域から一本も出なくてもですね、完結するわけですよ、ね。はい、でそれでいいっていうか、それがおそらくずっと人類の歴史ずっとそれが行われてたんですけど、まあ、近代に入って本当に最近そうではなくて、これが世界中にこうなんていうのかな、その流通網を広げないといけないみたいになってね、でそこから、まあ、冷凍しないといけないとか、あるいはその防腐剤が必要だとか、いろんなことが必要になってしまうんですけど、そうじゃなくて実はこのローカルでこう完結するっていう、これもう悠久の歴史を持ったね、この円環みたいなものっていうのは実はすごい大事なんじゃないかな。でここにこうある程度、まあ、全体もう 100% は無理でしょうけど、でもある程度こう帰っていくっていうかね、まあ、それこそなんていうか奥田さんがおっしゃってたような、やってこられたようなことだと思うんですけど、それはまさにこう鶴岡の中でこう円環をこうこの循環を作っていくっていうことをされてきたんだと思うんですけど、そちらの方向の方が僕にはものすごい今魅力を感じてますね。はい、そう。柿工場を撮影されて発表されてからっていうのはこう何か地元は変化がありましたか？こう映画が持つ一人のこう影響力っていうところも何か感じられるところはありましたか？それはもちろん例えば、まあ、先ほど申し上げたようなその放送鮮魚店みたいなっていうところには、もうやっぱりその後、まあ、おそらく僕の映画を見たからだと思うんですけれども、まあ、そのテレビ局の取材が入ったりとか雑誌の取材が入ったりとかっていう形でこう突然こうやっぱりこう注目をされていくわけですよね。であこんな営みがあったのかっていうのは、まあ、皆さんご存じない、僕も知らなかった、そういうことが突然こう映画という形になると世界中にそれが発信されますから、その電波力っていうのは、まあ、僕みたいな小さい映画でもですね、侮れないんだなっていうことは感じます。あとはやっぱりまあ、ロケ地探訪みたいな感じでこう来られるんでいろんな方が来られてでどうやって調べたのか分かんないけど、まあ要するに
僕が撮った場所ですよね、撮影した場所、うんうんうん、正確に地図まで書いてネットに上げておられる方もいらっしゃったりしてびっくりしますよ。あの山形から若手代表ということで、はい、あのバクさんの3人の方にもね今日はお越しいただいて、後ほどまた詳しく活動についてお話をお聞きしたいと思うんですが、今お二方のお話伺ってみて何か感じるところありましたか、映像制作において。そうですね、今本当に奥田さんがおっしゃったように、その映画とその例えば食、実際今の話にあった食のつながりっていうところで、そこをにある何かを求めてっていうところで今奥田シェフがおっしゃったんですけど、本当に僕もそうだなっていうふうにちょっと思って、やっぱりこうその時映画を見て感じた情緒っていうか、その時の感情をそこで味わえるんじゃないかっていうふうに、その自分が思ってそこに実際足を運ぶっていうことにつながってるのかなっていうふうに思って、でも僕も実際こう YouTube だったりとか映画とか見て実際この場所行ってみようってなって、そういう気分を味わうというか、そういうところは実際あるので、やっぱそういうつながりっていうのはすごい重要で大切なことなのかなっていうふうにちょっと感じましたね。曽田監督、今のお話受けていかがですか。あのドキュメンタリー映画を撮影されていますけれども、こう人を被写体を撮るときに気をつけてらっしゃるっていうのはどんなところがありますか。そうですね、まあ、僕の場合は本当にあの映画というものは疑似体験の装置であるっていうふうに位置づけてますので、はい、これ単に情報を伝えるもんじゃないんですよね。これはあの体験を伝えるもんなんですよ。うまいことに映像って映画っていうのはそのなんていうんですかね、非常にこう我々の普段の体験、我々が世界に接した時に体験するものとすごく近いっていうか、つまり、まあ、まず絵がありますよね、はい、それから音がある、それから動きもある、で時間がある、これ時間まであるっていう、再現できるっていう、まあ、我々がこうその普段この世界を把握している体験しているのと非常に似たような世界をですね、その映像というのはあの映画というのは作り出せるんですよ。でだからあたかもこう自分もそこにいるかのような、そういう体験をしてしまうんですね。で実際例えば美味しそうな料理とかがこう美味しそうに撮れてたりすると、うん、お腹すくでしょ。そうですね食べたくなりますね、なんかよだれが出てきたりするわけです、はい、でこれ要はこれはあの単に情報の力じゃなくて、これは体験なん、体験してるわけです、うん、疑似体験してるわけですね、うんうん、あたかもそのお店に行ったかのようなね、そういう疑似体験みたいなものを積極的に、うん、なんか、うん、再現するようなそういう作りをすると面白いのかななんて思いながら今聞いてました。はい、そして、今まさに開催されていますが、山形国際ドキュメンタリー映画祭、映画の山形市は都でもありますが豊かな食もあります。同じようにユネスコ創造都市ネットワークの映画分野に加盟していますスペインのバリャドリードの映画祭についてもここでお話を伺いたいと思います。ギメダンスさん聞こえますか。よろしくお願いします。ここで食と映画の力を横断的に活用する事例をぜひご紹介していただきたいと思います。バリャドリードの映画祭で行われた取り組みについてギメダンスさんからここでご紹介いただきたいと思います。As you can see on the screen, I have put a title. It says Valladolid and Spain. We are in Spain. We can be considered land of film and gastronomy. I think it's a good idea by Yamagata to select our city and our country to represent this relation. A good way to start is with this image of a film, a famous film by a Spanish director, two times Oscar Prize winner, Pedro Almodóvar, where he's showing a very typical Spanish dish, gazpacho, this cold soup of tomato. I'm sure Mr. Okuda knows. So why is gastronomy so relevant for Spain? Well, I give here some figures. We are a rather small country,
in terms of inhabitants, but we are the country in the world with the highest number of bars and restaurants per person, and that's really important. I was saying that's the reason why there are so many important chefs all over the world, known Spanish chefs, and this is in the image one of them, David Muñoz, who's been recently awarded the Best Chef in the World award. Within this country full of restaurants and full of chefs, Valladolid City has an important role. We are considered the Spanish capital of tapas, and you probably all know that tapas is the most distinctive representation of the Spanish gastronomy in the world. And why all this happened in Spain? Well, it happens because, as I say there, gastronomy in Spain is more than just dining, just eating. Gastronomy is part of our culture and, of course, our way of living. Gastronomy in Spain is based in two pillars. First one is Mediterranean diet. We share that with other countries around Mediterranean. Mr. Okuda really knows it very well, as it's similar to Italy, Greece, and other countries in Mediterranean. Yeah, so Mediterranean diet, I think, is, even though it's so far away from Japan, it's an extraordinary link with your gastronomic culture, because it's also based on natural products and proximity. And I've heard by Mr. Okuda and also by Mr. Soda Film that that's also very important, local, and local production and local way of doing things. Yeah, this is to say that many times what's more traditional can be the most modern way of doing things. I said there were two pillars. One pillar is Mediterranean diet. Second pillar for understanding the importance of gastronomy in Spain is the way we eat. And it's a very special way that we call tapear, that we call ir de vinos. Yeah, so finally, for Spaniards and in Spain, gastronomy is not just an individual activity, but a social activity. So the only way to really experience gastronomy in Spain and gastronomic tradition is doing it with friends or other people that you go and enjoy for not just a moment, but for a long time, the gastronomy and also the relation with others. I would like to stress that, of course, we do have wonderful restaurants and you can enjoy more normal, so to say, food and gastronomy in our country. But no gastronomic Spanish experience is complete without that tapas or those vinos. So now, coming to film, some figures too. Also a small country, but some of the best known filmmakers and actors and actresses in the world. You have there a picture of Pedro Almodóvar, this famous actor you saw previously, Carmen Maura. I will show you then Penélope Cruz or Javier Bardem. So it's very important film for us because although we are a small country, we produce quite a number of feature films every year. And I think it is because we use a very well spread language worldwide. You know, Spanish is probably the second most spoken language worldwide in number of countries and growing rate. Mm-hmm. So in Spain, Valladolid City has a very important role in film, and it's because we have a very long-lasting relation with film. We host the second oldest film festival in Spain. You can see on the lower part of the slide a picture of
famous American actor, Brad Pitt. He got his first international prize in our festival many years ago. But what we are really proud is not discovering people like Brad Pitt, but devoting our film festival and our film city to the study of film. We have the first university chair devoted to cinema in Spain and second in Europe, and especially to devoting our attention to the independent films and documentary. And I think this probably is interesting for Mr. Soda, because I think the type of work he does, the place to be seen in Spain for sure would be Valladolid. So after speaking about Spain as a whole, what do we do in cross-sectoral initiatives between film and gastronomy? I would say we do three type of things. Yeah, so we do some activities to promote creativity through mixing film and gastronomy. We also do some activities to encourage training and social engagement in different parts of the city through mixing film and gastronomy. And finally, we use it in a more, so to say, traditional way to promote the city values and the city itself. Yeah, to start, I will just speak briefly of some of them. With the actions or initiatives to promote creativity through film and gastronomy, I would like to mention two of them. First one is a section, is a special section within the Seminci, the International Film Festival, that's called Cine y Vino. Yeah, so it's a section where we release films from all over the world that have the wine as one of the main actors. And we also organize conferences, so we show people coming to Valladolid what wine means for people all over the world. I'm sorry, I haven't said that wine is very, you can understand because I'm mentioning wine several times. Okay. Wine is very important for us because we are in the middle of a wine producing area, and some of the best wines in the world are produced near Valladolid. And that's the reason for the second initiative in this field, because we not only show what others are doing all over the world, mixing film and wine, but also promote local creativity, promoting short films shot in wineries and vineyards around the city. And that's Rueda con Rueda, which is a sort of a game of words in Spanish, because Rueda in Spanish is the place where the wine is produced, a village near Valladolid, and also means shooting. So it's shoot in Rueda. Mm-hmm. Yeah. We also use film and gastronomy to encourage training for young people, and especially social engagement in not so good neighborhoods in the city. And that's the initiative we call Pajarillos Educa. Pajarillos is the name of a neighborhood in Valladolid. So yeah, Pajarillos in Spanish means little birds. And it's because in that neighborhood, all the streets have names of birds. Mm-hmm. But what it's really special and what's really interesting is that we use filmmaking and tapas making for integrating these people, that most of them or many of them come from other countries, other continents, to get integrated and to feel better and to feel they are part of the city. And that's thanks to film and gastronomy. And finally, we use also film and gastronomy to promote the city itself. It's a more traditional way of mixing film and gastronomy. And for that reason, we organize different activities. First one, we call it Comer y Beber de Película. That's something like dining as a film star.
And in that initiative, we encourage local restaurants to pair their menus and their tapas with different films during the film festival. We also do cinema walks, paseos de cine, that's to say, to show people that they not only can see film and gastronomy on the screen on a bar, but can be mixed and they can find in many places in the city. So we organize these guided tours, these guided walks that end in bars and restaurants, and in the middle they show people places where films have been shot or places where famous film stars participating in the festival have been. I'm almost finishing. I would like to talk to you about which are our future plans or plans for future. And we have this strategic plan, which is called Valladolid Origen, Origin Valladolid, that realizes that after COVID-19, we have to make an effort to recover the activity and the economic situation in the city, but we have to do it on a sustainable way. Mm. And the only way of doing it is basing it on what are the main pillars for our city, that are film and gastronomy. So again, to gain the future, we have decided to look back in our history and in our values, but with a different, with a new view. And in that way, we will make our future be based on film and gastronomy in a different way, working with zero kilometer producers, with local filmmakers or producers, working on circular economy, promoting local creativity and global networking, like we are doing today with friends from Japan, and stressing the promotion of those cross-sectoral initiatives in these fields. And as the saying says, it's more valuable an image than a thousand words. And for that reason, I would ask my colleagues in Yamagata to play a very, very short video where you can see that vision we have for our future.印象的な映像で今お話締めくくっていただきましたけれども、ギメランさんのお話を伺いまして、例えばシネマとワインというプログラムがあったり、それから伝統的な料理のタパスといった、ね、食を中心として、映画祭がそれが大きな核になっている、重要な役割を担っているということが分かりました。映画祭の国際山形国際ドキュメンタリー映画祭の持続可能な取り組み、続けていくための取り組みの参考になるお話だったかと思います。改めてありがとうございました。そしてまた山形にまた視点を戻したいと思います。一方山形ではコロナ禍で大変な思いをしている地元の飲食店を応援するために YouTube で動画を配信している若手クリエイターたちが活動しています。バックさんの皆さん、どんな活動をされているのかご紹介ください。はい。では早速バックさんの活動紹介をさせていただきます。まず最初にメンバー紹介をさせていただきたいんですけど、現在、ここにいる3名プラス5名で大体8人ほどで活動させていただいてます。あとバックさんガールズっていう、僕たちはそれをスピーカーと呼んでて、広報活動のようなこともさせていただいております。
そのバクサンガールズっていうのはこちらになるんですけど、撮影させていただいたお店にお邪魔して、まあ、実際バクサンガールズが行ってるその様子だったりとか、あとやっぱりこうコロナ禍っていうこともあるので、そのおうち時間っていうのが増えてるっていうところで、そのおうちで簡単レシピのようなものを飲食店さんからいただいて、バクサンガールズでそれを実践してみるっていうような発信も行っております。バクサンの成り立ちからお話しさせていただきます。はい、2020年、これは誰にも予想がつかなかったと思います。新型コロナウイルスが日本でも蔓延し始め、次第に全国に影響をもたらしました。そうした中で、私たちの好きだったお店だったり、当たり前に通っていたお店が営業できない状況を目の当たりにして、寂しいと感じることが多くなったと思います。その状況下で、私たちが自分にできることはないかと考えたときに、クリエイティブの技術があると気づき、クリエイティブを通して地元を盛り上げたいと思いました。そうした思いを持った仲間たちで発足されたのがバクサンになります。次に名前の由来についてご紹介します。バクサンとは、爆裂的に拡散させるという意味を込めてバクサンになりました。はい、では現在の取り組みについてお話しさせていただきます。私たちは地元山形に重きを置いて活動を行っております。私たちの地元山形は自然豊かで、お米やお酒、お肉やフルーツなどおいしいものがたくさんあり、春夏秋冬と四季折々楽しむことができます。この写真にもあるように、観光としても有名な銀山温泉や松尾芭蕉のゆかりの地でもある山寺など、魅力あふれる場所が山形にはたくさんあります。バクサンでは、人、物、こと、場所、文化、これらにフォーカスを当てて活動を行っています。このような思いから、動画というツールを通じて、さまざまな店舗様の動画を撮影させていただいております。その中で宣伝はもちろんのこと、無償でプレゼントするという活動を行っています。人と人がつながるをマグネットに例え、つながりが広がっていく様子をネットワークに例え、私たちの活動をマグネットワークと呼んでいます。これらの活動は今後もずっと無償で行っていきたいと思っております。バクサンとしてこれまでの実績は以下のようになっております。本日は私たちのバクサン一作目にあたります、山形そばの塩蔵山寺さんの映像をご覧ください。続いてバクサンのビジョンについてお話しさせていただきます。大きく分けるとバクサンの目標は2つあるんですけど、まずそのうちの1つが、クリエイティブに地元山形を、日本を盛り上げるという目標を掲げております。このクリエイティブにというしていることにも理由があって、クリエイティブでっていうふうにすると、その動画をお渡しして終わりっていうようなイメージになってしまうというふうに感じてしまったんですよ。っていうところで、まあ、その僕たち自身がクリエイティブであり続けて、企業さんやお店の方と連携し、意見を出し合って、でその企業やお店の一人として、僕たちがその一人として取り組むっていう姿勢を大事にしたいと思って、クリエイティブにというふうにしています。2つ目なんですけど、全国のクリエイターが活躍できる場所を作るっていうところで、まあ、僕たちが主に活動している映像という部分に関しては、まあ、皆さんもご存知の通り YouTube っていうものが影響、まあ、なんていうんですかね、拡大してきたというか、その影響によってクリエイティブっていうものに触れる機会が非常に増えていると思います。その中で、まあ、やっぱり挑戦するハードルっていうのがすごい下がってるというところもあると思うので、挑戦する人が増えて、その中でやっぱ母数が増えてしまうっていうことは、埋もれてしまう可能性も高いっていうのがあると思います。
そういったセンスやスキルを持った人、これから挑戦しようと思っている人が埋もれることなく活躍できる場所を作りたいと考えています。まあ、その中で一つ考えているのがプラットフォームっていうものになってくるんですけど、まあ、その全国各地の地元愛を持った人っていうのが集まって、そのスキルやセンスを活かせる場所にするっていうような、プラットフォームを一つ考えております。最後になりますが、ここまでいろいろお話しさせていただきましたが、本当に僕たちはまだまだ何者でもないっていうところで、こうしてこの場にご招待いただいたり撮影させていただいたりと、本当に地元に育てていただいているっていうふうに感じております。これは本当に僕らが常に念頭に置いて活動に取り組んでいるんですけど、このようにしてご縁をいただいた方々、関わらせていただいた方々、応援してくださっている方々、すべての方々に恩返しができるようにっていうところで、これからも地元愛を持って活動に取り組んでいきます。ご講覧誠にありがとうございました。最後にもう一本だけ動画を見ていただければと思います。山形市七日町にありますレストランパマルさんの動画です。この度、まあ、先ほどもお話にあったんですけど、ドキュメンタリー映画制作のご依頼を受けまして、まあ、我々漠さんも日頃からそのドキュメンタリーのような映像も作らせていただいているので、そちらもご覧いただければと思います。山形っていう場所は食材が豊富でいいものたくさんあるけど、地元の人はあまり知らない。それを合わせてお客様が今まで食べたことのない料理を作るのが俺の使命。料理っていうのはもうお皿に盛った時から劣化が始まるんで、すぐにお出ししたいので、こういうスタイルですね。不要なものは排除にして、ただシンプルイコール手抜きではない。レストランっていうのは、まあ、トータルコーディネートだと思ってます。料理だけじゃなくサービス、器、あとは店の失礼とか、そういうのが三位一体となって自分の料理が構成されてると思うので、だから自分には料理しかないので、料理は僕の履歴書だと思ってます。はい、漠さんの皆さんに活動をご紹介いただきました。皆さんはですね、映像で山形ルネッサンス、山形の文化と魅力を見直すと同時に、地元の映像クリエイターを支援するプロジェクトがあるんですけれども、このプロジェクトの一端の山形市の和菓子文化をテーマとしたドキュメンタリー映画も現在制作されているということなんです。いや、若い力がこの山形の地で活躍しているというのを見て、曽田監督いかがでしょうか。一言お願いします。なんだ、やけにうまいですね、映像すごいクオリティですよね。なんでこんなにプロフェッショナルな映像を作れるのかなと思ってびっくりしました。ありがとうございます。まあ、今のお言葉を受けてなんですが、漠さんの皆さん、今後の目標一言お願いします。地元山形、日本を盛り上げるために活動というところで、そのお店の方だったりとか、そういった方々の、思いをいかに動画に載せれるかというところを常に考えて、その、まあ、相手の立場に立って、はい、常にその活動に取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、ありがとうございます。もう一つ、ギメランスさんに、山形と今お話を伺ってみて、若い方も頑張っているんですが、山形と連携するとすれば何かアイデアはありますか。Well, it's, I must say it's impressive. I like a lot this initiative. It's good for restaurants, it's good for filmmakers, it's good for young people. So, well, I think it would be easy to organize or some cross-sectional activity, beginning with the invitation to Yamagata filmmakers and restaurants to come to Valladolid and to participate in our festival, and of course, doing it all the way around. はい、ありがとうございました。そして最後になりますが、奥田さんと曽田監督へお聞きしたいと思います。はい、食と映画のコラボレーション、改めて何かこうやってみたいことっていうのは、これまでの流れでこうアイデア浮かぶものはありましたか。まずじゃあ奥田さんお願いします。まあ、一つ一つ の, その食材に物語をつけながら、まあ、
まあ、小さいこう共感の流れで世界って変わるので、多くの人を共感させていきながら、うん、まあ、食でちょうどまたコロナで食ってすごくそうですね、一番大変になったので、はい、その反動の力を利用して映画と一緒に盛り上げていきたいとか、はい、そういうふうにしていけたらいいなと思ってます、はい、なんでなんか協力しながらやっていきましょう。そうですね。総田監督いかがですか。食と映画のコラボレーションですね、はい、そうですね。例えばあの奥田さんの観察映画を撮らせていただくとかね、はい、なるほど、いいアイデアですね。そのままコラボレーション、はい、楽しみが増えてきました。またね、バクさんの皆さんとも何かねコラボレーションできたらいいですね、はい、はい、皆さんのお話を聞きまして、食と映画が組み合わさることで相乗効果でより大きな力となることが分かってきました。山形市は多様な文化活動に一本横串を通すのが映画であるという捉え方が決め手となりまして、ユネスコ創造都市に認定されました。今後も映画だけでなく食文化などの多分野と連携し、相乗効果を図りながら文化創造都市を推進していきたいと思います。さて皆様、第2部のパネルディスカッションいかがだったでしょうか。山形創造都市国際会議2021、これにて終了となります。新型コロナウイルス感染拡大により社会全体が疲弊し、文化活動など各方面でも大きなダメージを受けている状況です。これからの時代を生きる上で、このシンポジウムが食と映画の力を活用するヒントになり、明るい未来につながっていくことを切に願いたいと思います。では第2部パネルディスカッション、ご出演いただきましたどうぞ皆様方、そしてご視聴いただきました皆様方、本日はありがとうございました。ではこれをもちまして、食と映画の力、山形創造都市国際会議2021のすべてのプログラムを終了とさせていただきます。ありがとうございました。ます。